はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソベッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、まあ、新しいアップデートが結構前に入りましてですね、カードにですね、いろんな演出が追加されているんですよ。今までね、ブラックホールであるとか、まあ、ニベルとかには、まあ、召喚演出だったりとか、あと発動した時の演出があったじゃないですか。結構たくさんね、追加されてまして、なんとですね、まあ、かなりね、このね、オールエイスアリピートがね、強くなりました。これね、前回ですね、バージョン 1.0 やったんですよ。オールエイスアリピートバージョン 1.0 があったんですけれども、まあ、今回はバージョン 2.0 ということで、新しく追加されたカードをふんだんに、採用してきました。まあ、例えば、サンダーボルトであるとか、聖なるバレアミラーフォースであるとか、これめっちゃかっこいいんだけど、マジックシリンダーであるとかね、こういうカード、あと光の5分間とかも、この辺のカードが全部演出が追加されておりまして、まあ、この辺のモンスターを、まあ、ガン詰めしてきました。はい。このデッキの中の、まあ、60枚プラス15枚、まあ、75枚、すべて演出があります。すべて演出があります。大事なことなので2回言いました。相手にですね、演出をなんか見せつけまくって、相手に楽しんでいただくと、まあ、そういうコンセプトとなっております。はい。見ていただければ分かる通り、SR と、UR でしか構成されておりませんので、非常にエクスペンシブな、デッキとなっております。はい。ブルジョアデッキ。3台不可避。デュエル3倍。デュエルストカップでも、エンタメしていくのがエンタメ実況者だと聞きました。私は、デュエルストカップで本気のデュエルをしているデュエリストに、演出をすべてぶつけていきたいと思います。まだデュエリストレベル11とかなんですけど できればね、このデッキでデュエリストカップを突破してやろうと思ってます。はい。で、セカンドステージに行ったら手札誘発のみデッキを使って相手を嫌がらせしたいと思います。アルファイバー OK。 ちなみに相手のそのなんか妨害とかは、無限法要が一応あるか、無限法要とニベルが一応あるんですけど、まあ、そのぐらいです。演出ありデッキ、演出あり縛りなんで、実質ね、実質カードに演出あり縛りなので、っていうか1個言えることは、この演出ありデッキマジ高え、バカ高え。UR と SR しかねえからクソ高えのよ。エクスペンシブってこと、高いってこと、高価ってこと、当たり前に最強展開してくんな、さすがデュエリストカップ。誘発ねえと、なんか、当たり前に最強展開してくんな。で、流星の九死があって、まあ、バロネス石器章、竜騎士ですね。これ、さすがにこれ返せんのかな、これ。さすがにこれ返せますよ、俺。やばいこと起きてんな、俺。これ、まあ、とりあえず第7章のパングラトプスを出して、まあ、ぶん殴っていくしかないですね。まあ、とりあえず、流星の九死はコストが流星しか無理なので、こっちっちもさ、小づけば。まあ、九死は実質無効化できるから、まあ、現状これ相手4妨害ありますけれども、なんとかしていきたい。ああ、ゾウジーね。あ、OKOKOK。まあまあ、割ときついですが、まあ、ゾウジーはまあいいでしょう。まあ、こういうね、盤面をまくっていくことにね、性を実感しますんでね。まあ、行きましょう。とりあえずまず、師匠のジャックナイト速所感。まあ、ゾウジーは、ちょっと非常に厳しいですが、まあ、とりあえず一滴をぶん投げて、相手のまあ、妨害モンスターをまあ無力化して、行くしかないので、ですね、とりあえず、これは一滴をぶん投げて、相手の盤面をしょっていくしかないが、石章効果、なるほど。で、パンクラトプスかな、パンクラトプスはリリースした後だから多分これ大丈夫なんじゃないかな。これ、聖杯と一緒か、石章って。わかんねえな。これ、第7世のパンクラトプス、あ、でもあれか、フィールドラフト、あ、そっちなんだ。なるほど。そっちか。なるほど。まあ、それはスルーだな。別にこういったところを使うことはしない。で、まず、師匠のジャックナイツで、流星の九死の用のコストは破壊して、はい。で、これでは別にね、何もないよな。ほんで、これで流星の九死なくなったので、ダイナスのパンカートップスでバロネスを、ぶん殴りに行く。ほんで、ダメ系一滴。さあ、新演出どうぞ。いいね。水ぶっかけてね。で、水ぶっかけて、で、ダイナレスラーパンクラトプスぶち殺して、ほんで、ダイナレスラーパンクラトプス君の効果発動していく。で、自身リリースして、
竜騎神よりも石器章の方がめんどくせえか。いやまあ竜騎神でいいか、竜騎神でいいや。竜騎神破壊する。ほんで死者蘇生あるからだな、メイン2入ってたな。相手の杖もさパクればいいから、死者蘇生打つで、バロネスパクる。ありがとう、強いモンスター出してくれて、強いモンスターを出してくれてありがとう。あの伏せ方なんだろうな。とりあえずこれで、あれですね、暗転とかあっても一応ケアできますね、バロネスいるんで。で、バロネスの効果で相手の石章をぶち壊して、はい、で、伏せカードを打ってくれたら無効にするわ。なんもない、なるほど。で、盤面処理。え、これ返したらすごくないか。でも冷静に考えて、これ返したらすごくない。あの盤面エイス、オールエイスデッキで返したらすごくない。これやばいこと起きてるな。やばいこと起きてんな。これは無限攻撃はないと思うので、この感じ、まあ、スキドリは、まあ、魔法トラップ の, あのところで置いといたらいいんじゃないですかね。これ安全ですね、逆にね。で、ジャックライツ飛んでサーチ入るし、あ、まあ、アシュナですね。はい、なるほどですね。アシュナはまあいいか。アシュナは、一回飛んどくか。一回飛んどいて、使用のジャックライツの効果発動して、自分を除外するとジャックライツを持ってこれるよっていう効果があるので、まあ、これで一応、後続を確保していく。師匠さんがね、アドバンテージ稼いでくれるんでね、割と 大切にして、行った方がいいですね。で、師匠が、早急持ってきて、早急が師匠持ってこれるんで、まあ、結構モンスターは割と並べられるかなと。はい。で、アシュナさん来た。アシュナちゃん来た。まあ、アシュナちゃんは別にいいか。え？あー、それが無効か、さすがに。食べ地。まあ、でもどっちにしてもあれか、発動した時に無効にするか。旅路発動した時に無効すればいい。まあ、これはまあ、ここで無効にしよう。で、クルートバロネスの効果使って、旅路を無効にしていく。で、その、まあ、手札が何かによるけどね。カード。そのカード何？手札の。あと、伏せカードその2枚何？それ何？あ、まあ、流星の球種1枚ある、絶対確定してるからあれなんだけどさ。その伏せカードの1枚何やれ？わかんねえな。やった！なんか返せそうじゃね？このなんかいけそうじゃねこれ。いけそうなんだけど。ドロー。直面来た最強か。スタンバイフェイズ。まあ師匠が戻ってくるという効果。まあ師匠は立てるつも関係ないからこうしてるでしょ。でバロネス君の方が発動しない。でバロバロバロネス君の効果使って。まあ君破壊するでしょ。まあどうせ使ってないからあのカードどうでもいいんだ多分。ほんで早急出して早急のパフナーを出して。え、これ全員殴ったら勝ちなんじゃね？ある？もしかして、なんかあの最強盤面、ガン開始して、なんかこれ、いけるんじゃないのこれ。いや、これ伝説のディールでしょ。はい。で、早期のジャックナス効果発動。さらに、師匠を持ってこれる。さあ、どうする？やったー！やった！普通に強い、このデッキ。はい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 、悪くはないですね。悪くはない。言うてシナジーはないけどデッキの中のデッキだから手札のカードにシナジーはないか。でネッシー捨てられると、あ、シナジーあったわ。ネッシー捨てられるとあのでけえ足持ってくれる。ででけえ足持ってきて、ほんででけえ足効果発動。さあでけえ足効果でオーケー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 。まあそいつ被ってるかいらない。でビッグフット特殊召喚、おい、オーケー。さあ何を引く？お、最強カード来た。最強カード来ちゃう。最強カード来ちゃう。リボルバーごっこできんじゃん、これ最強か。リボルバーごっこ来た。まあ聖なるバリアミラーフォースという最強カードに触れて眠れ。ジョーカーズストレート、何？ジョーカーズストレートいいじゃないか。まあクイーンズナイトを特殊召喚してキングズナイトを召喚するっていうことですね。でキングズナイトはクイーンズナイトがいるときに召喚するとジャックサイト出てこれる、出してこれるので、まあジャックキングクイーンがこの1枚から、まあ1枚というか1枚プラスコストから並ぶというコンボになっております。さあクイーンしっかりと相手のデッキも解説していく。でからの、キングズナイトを召喚できる効果で、でまだ召喚権が残っている、しかもちなみにでキングズナイト効果、クイーンズナイトがいると特殊召喚できるのが
ジャック・スナイトで、キング・ジャック・クイーンが並んでいく。いいよ、これがね、魔改造された絵札カード。あ、でジョーカーズ・ナイトはジャック・クイーン、ない、キングのどれか送って特殊召喚できる。でそいつと同じ名前になるという効果で、レベル5が2体並ぶんで、結構ね、ランク5とかできるようになるんですけれども、まあ、その代わり光属性繊維速しか出せないみたいなね、縛りがあります。でバトルフェイス、え、バトル怖え、なんだなんだ怖えな、なんだこれ、バトル伊達低いぞ、新速召喚、え、これこれでいいんじゃね。そこ次第で絶望の口へ沈め。バカが新速召喚によって神を出そうとするのか。神なんていうモンスター出させない。うおーかっけー、新ミラフォの演出どう、かっこいいっしょ。で、トラップカードが発動したから、アメージメントアドミニストレーターとか意味不明なモンスターを出していく。おい誰やねん、お前誰やねん。おっと、ジャックナイツケアできてないですよ、ジャックナイツケアできてないですよ。同じ立てる手にカード出しちゃいけないんですよ。いや、結構ジャックナイツケアされないんですよね。できればモンスターはなんかその縦列と同じところに出さない方がいい、カードと。まあ、今のところで言うとエクストラモンスターゾーンとかの前とかに出した方がいいかな、一応セットだったら。はいはい、まあ、浄化つないでストレートも戻ってくるといいでしょう。まだ大事なんで使いませんと。で私のターン、ドゥルー神戦最強、師匠のジャックナイツ出しに行くしかねえか。師匠のジャックナイツ特集、まあ、こいつはね、素材供給できるんでね、結構強いんですよね。で、自分除外して、一応早急持ってきて、で早急を出しに行くと、まあ、この動き結構強いですね。はいはい、演出いっぱいある。いや、ジャックアイスモンスターってさ、このさ2体にさ演出あるのずるいよね。エースモンスター2体になんでこんな演出一発追加されてんの、おかしいだろ。ほんでバトルフェイズハイリングかな、これバトルフェイズハイリング、まあリンクモンスター出す必要ねえか今は。まだカオストルジャー、もうこれバトルしてから出そう。まあ、守備力2000あるかもしんねえな。まあ、とりあえずこれで殴るか。なんだこれ、ああクイーンズナイト、はい了解。で2000ぶん殴るで3000ぶん殴る、残りは3000 OK。 ほんでメイン2入ってで、まあ、演出をお楽しみいただくためにも出した方がいいのじゃないですか、これ。当たり前に。こちらにレベル7以上のモンスター素材にしてるとめっちゃ強いですからね、カオスジャオさんは。対象にならねえっていう、すげえ体勢持ってますから、まあ、とりあえずこの3体のモンスターをリンクマーカーにセットし、サーキットコンバイン。あらあらろ。なんか押せえ。マスターデルが押せえ。なんだこれ。お好み。お好みなんか押せえぞ、マスターデル。コントの戦士、カオストロジャーをリンク召喚。うわー、かっけ、美しい美しい。で一応縦列にカードをセットして、はい、でまあこれでいいんですか。で師匠のジャックナイツが帰ってくるといいですね、非常にいいですよ。これはかなり強い動きをしていると言っていい。で無限保養と神の宣告がある。やべ、強くなってる、このオールエイス的めっちゃ強くなってるわ、めちゃめちゃ強い。やった、神ゲー。はい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 、まあ先行が欲しかった人生でしたね先行が欲しかった人生ではありますが、スキドラ入ってるからね、先行取った方が多分いい気がするね。このデッキはムーンレイライトカレードチック、なるほど、カレードチックからの黄色からの、タイガー、あー世界終わりましたね。はい、まあこの動き世界が終わると言われてるんですよね世界は終わると言われています。で、まあ、2体のモンスターで歴史召喚してくると思うんですけども、フォースストリクションが出てきたら世界が終わり。ああ終わったわ、なるほど、なんか割とソリティア系のムーブしてんな。あ、そう、スカルデッドね、なるほど、スカルデッドで、さっき持ってきたレスキューフレットをリンク先に特殊召喚してなんか展開伸ばしていくみたいな感じか。これはなんかなかなか面白系のデッキな気がするぞ。これ処刑にマキュラ処刑にマキュラさん出た、なんかエラッタして戻ってきた最強カード。なんか墓地を置かれた場合にトラップカードを手札から発動することができるとかいうカード、それが1ターン2兆になって帰ってきたっていうね。初見に負けた効果、このターン2兆だけ自分はトラップカードを手札から発動できると。なるほど、
やるやんけ。何発動すんだろう。でハリファイバーとリゾルデでリンク4ファイアウォールはなるで、ようわからんスモースピリットという意味不明なモンスターの効果によって、国運電差が意味出てきたレベル制限 A 地区はこのカードがフィールド上に存在する限りフィールドモンスターが攻撃表示になる。なるほど、国運電差効果、はい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 。で国運電差を守備表示にして国運電差を特殊召喚していく。レベル制限 A 地区が縦になっていく。なるほど、なんか強そうだな。対空砲火はあ、自分のフィールド上のコンチョコモンスターをリリースするとバーンダメージ。国運電差効果、国運電差守備、国運電差特殊、レベル制限 A 地区。あーこれー無限ループしてねあれこれレベル制限 A 地区の方まで国運電差が攻撃表示になることによって、あれこれ無限ループしてね、これが伝説の対空砲火ワンキルかやばっ。